え、失うもん？あ、ガチバトルで、負けたらってこと？負けたら何か失うってこと？そしたら、一週間これ後ろバックにして配信するとかどう？アイコンこれにするとか。アイコンこれにするとか、一週間ずっと食って、背景これにする。妖怪くんだっけ？なんだったあれ。昔のアニメ。パンくん、よ、何、妖怪人間ベムってこと？いや、違う。何くんだった？これ志村動物園のパンくんに似てるって言われてるね。志村動物園のパンくんって言われた。面影ある。じゃあ負けたらポージを1週間これアイコンにして、アイコンと背景これにして1週間。ちょ待って、妖怪くんの髪型に似てる。なんだ妖怪くんってよ。ちょっと一回ミュートで読もう。40秒しかないからミュートで読もう。そうしようそうしよう。ゆきんちゃんたくさんありがとう。ゆきんちゃんほんとごめんね。ゆきんちゃん作戦負けだわ。グローブとかあったり刺さったら勝ててたわ。ありがとう、ゆきんちゃん。やっちありがとう。やっちんがいないとやっていけない。 B さんありがとう。 B さんがいないとやっていけない。あつおさんありがとう。あつおがいないとやっていけない。チロルありがとう。チロルさんがいないとやっていけない。マサさんありがとう。マサさんがいないとやっていけない。おみつありがとう。おみつがいないとやっていけない。ハミありがとう。ハミがいないとやっていけない。みゆありがとう。みゆがいないとやっていけない。ライライありがとう。ライライがいないとやっていけない。みんなありがとう。いやいや5倍ね。あれがハンマーが飛んでたんだよ、ハンマーが。ゆきんちゃんありがとう、ほんと。いや、ほんと勝ち負けじゃなくて、ほんとに応援されてね、ギフト飛んでるだけ、ほんとすごいありがたい。ありがとう。はい、これ。ポージのリスナーさん、ポージもありがとう。あれじゃねえかよ、それ。なんだっけ。プロゴルファー猿。プロゴルファー猿じゃねえかよ。何が妖怪くんだよ。全然妖怪くん関係ねえじゃん。プロゴルファー猿じゃねえかよ。じゃあ、見せて見せて。ほんとだ。パター持ってそう。ほんとだ。ちょっと似てる。ちょっと似てる。腰やっぽそう。それっぽく見える。パターン持ってそう。ああ、妖怪人間だ。ほんとだ。ほんとだ。おい。このまま、重さがある兄さん。このまま成長していったら多分、袖とかなくなっちゃうんだろうね。このまま野生で育ったら。どっちだ。ねえ、似てる。いいじゃん。じゃあ、ポージー。ん？俺買ったらポージーこれアイコンにしてくれる？え、一週間？どこに泊まるか分かんない。しない。なんかレオさんがアウトカメラでシキさんのこと映してたんだよ。シキさんとナイスさんのこと映してたんだよ。あれ最悪だなと思って、俺レオさんのこと嫌いになっちゃった。思わない？見た？レオさんのシキさんとナイスさんが外配信してた時に、そうそう、エフェクトつけてたやつとかの無加工のやつ載せてたりとか、あれすんごい嫌だよね。なんかああいう人が嫌がることを、そう、リアトツしたやつ、あれって配信者としてすごい嫌なんだよ。で、自分はさ、ね、自分の顔見せたくないから顔隠してるでしょ。すごいなんか性格悪いなと思って俺嫌いになっちゃった、レオさんのこと。ああいうことする人嫌い。そう、自分からさ、トツって言ってんのにわざわざああいう嫌がらせするの、なんか冗談でも、あれを面白いと思ってる、なんかリスナーも嫌い。だ、俺レオさん嫌いだなと思って。なんかいざという時になんか足を引っ張るとか、なんか人の上げ足を取る、なんか配信者だろうなと思って。なんかあんまり人がね、嫌がる配信をしたくないよね、そういう。聞かない。ちょっと一日反省した方がいいんじゃないって話。なんかこれが繰り返しじゃん、いつも。反省した反省したとか言いながら、結局さ、また明日になったらさ、うん、
なんかありがとう、ふうさん。怒る前に考えた方がいいよね。なんかその言っていいこと悪いことで、もしそれをやっちゃったんだったら一日反省するべきだと思うし。なんかいっぱいっていうのが意見、みんなの。俺もそうだし、リスナーさんも同じ意見。エミリさんがね、ネイル行ってる間ね、俺は眠いけどね、ベビタロの面倒見ててあげて、そうなんや。だから今日一日、もともとね、俺なんてもう今日明日早く帰ってって言ってたんだから。で、で、何その大魔王さんの冷たい意見。でって誰かと読みたい。ゲップしながら通ってったんですけど、すごいイケメンの人がゲップしながら歩いて走ってたんですけど、すごいイケメンなのに。あ、今大魔王さん、おはようございます。ウィジもリンゴジュースあげるんじゃなくてミルクあげたらよかったんじゃない。だから見てないでしょ、配信を。ミルクばっかあげてたからね、お菓子とね、おやつあげてる時間だったの。100倍だろ、ずっとミルクはさ。ね、リスナーさんもね、ミルクばっかりあげない方がいいよって言ってたんだよ。ほんとさ、なんか薄っぺらいところしか見てない人ってコメントしてほしくないよね。ちょっと怒ってない、怒ってない、別に。なんか本当に見てなくて。いや、だから麦茶味のリンゴジュースなんだよ。あのリンゴジュース俺飲んだんだよ。ほとんど麦茶の味、味なんてほとんどリンゴ風味なだけで、ほぼ麦茶。本当モテさん増やして。誰、嘘、エミリさんのハットいらない。まあ、離婚したら他人ってわけじゃないんだけど。ゆきんちゃん、ゆきんちゃんどこにいる。ゆきんちゃんコメントして。ゆきんちゃん、ゆきんちゃん助けて。ゆきんちゃん危ない。あ、ごめんなさい。そう、うんちも書いてた。まあいいや。みんないつも見てるのでって言うんだよ。無理。今日はなんかもう決めてる、旅立とうと。ユキちゃん危ないの？本当かよ。ポージンとコラボしてもいいけど、エミリさんがいるんだったら、エミリさんがいるんだったらコラボしたくない。ユキンちゃんいた。ユキンちゃん見てなかった。ゆきんちゃん来たのは分かるの、コメントしてる。ゆきんちゃん、俺ゆきんちゃんのことまさかミュートしてんの、もしかして。全然出てこないわ。あ、やばいやばい、ゆきんちゃんにコラボ押しちゃった。 いつもの劇が。ゆきんさん、えみたろのとこにいた。嘘でしょ、あっちに取られたってこと。嘘、もうゆきんも敵ってこと。とうとうユキンまで吸収されたか、エミリさんのあのマジモンスターに。とうとう騙されやがって、ユキンの野郎。ああ、いや俺はいいんですよ。誰か今日止めてくれる人が欲しいね。なんか新宿とか渋谷とか池袋らへんで誰か止めてくんないかな。今家にいるよ。いや別に帰りたいとは思ってないけど、まあ泊まるとこが欲しいな。最悪ホテル泊まるか。葵ちゃんの横行く。葵ちゃんと泊まる。俺にギフト投げてくれる。葵ちゃんと泊まる。あ、騙されてないよ、ゆきんちゃん。
ゆきんちゃんモデレーターよろしくね、ゆきんちゃん。あの、じゃあさ、チャムが上がってきてよ、チャムが。チャムが上がってきてよ、話してみてよ、俺と。そしたら、ねえ、ミリさんの話聞くよ。チャムがゲストに上がってよ。俺39歳。今年39歳。ずっとチャムがね、モデで言ってるから、チャム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 言ってるから。ブロックマン。どうもしてないよ。今日はなんか家に帰りたくないと思っちゃった。年取ったなと思う。か、顔に、顔がシワだらけになったぐらい。顔にシワが増えたなぐらい。シミが増えたな。まああと痩せにくいかな、痩せにくい。エミリーさん、俺ん家にいるね、新宿の。できるね。逆に女っていいよなって思う。こういう時譲ってもらえるから、家を。男が結局外に出なくちゃいけない。あ、そう、まあ、家にいさせてくんない。誰か家に行かせてくんない。まあ、あいつは追い出すけど。すごいね。ね、うちの枠に移んなって言われたのに、移らないように帰いなくなったら、次帰ってこいって。すごい自由でいいな、本当。大丈夫だよ。誰かね、家に泊めてくれる人がいたらいいなって探してる配信だ。家に泊まれたらいいなって思う配信だ。いや、今も楽しいよ。誰かいるかなと思って。そう。大人はいいな。いつも家譲ってもらえて。こんな感じ。見えてる？夜の歌舞伎町。こっから白壁前行くよ、白壁前。ここからが夜の歌舞伎町だよ、その。そう。いいなぁ、ネイルもエクステも行きたい放題。お金使いたい放題、いいなぁ。女はいいな。お金たくさん使えて。いや、葵ちゃんいると思うよ。いいな、いいよな。いや、めっちゃ人いるよ、これ。蘭丸さんいいんじゃない。嘘でしょ。蘭丸さんいるんだけど。俺自由だよ。自由がいいなって言うんだったら自由になりゃいいやん。
がいい。家がですか。もしくは俺の行きつけの飯島がいい。ホテル飯島。飯島ホテル。ホテル飯島っていう行きつけのホテルがある。何するんですか。何するんですか。リDM くれるルイ。あ、ルイじゃ、ルイとか、はい。絶対、あ、コメントとかくれたらいつでも来るから。今日なくても大丈夫ですかね。いや、うん、いつでもいい。あ、じゃ、今度、じゃ、今度一緒に家でダンス合わせとか。分かった、一日中一緒にダンスする。フロア何万人だっけ。分かんない、あんまりないと思う。私今ディスカウですよね。やば。そうそう、3万人なんですか。俺も多分そんなにない、1万人とかしかいないよ。でもすごいですね。いつも見てくれる人一緒だから。あ、じゃあそこに髪かぶっていってもいいですか。うん、またね。雨の日、雨の日以外で。うん、全然。ルイージさんで。うん、ルイージさんかぶって。ちょっといい。あ、やめてください。分かった、ごめんね。うん、またね、ごめんね。ありがとうございました。最強ちゃん。最強ちゃん、最強ちゃん。有名だからみんな知ってるよ、最強ちゃん。ありがとうございます。誰か止めてくんねえかな。売名させてもろてます。喧嘩してる。ランくんか、ランマルさんでしょ。踊ってるだけであんま喋れないからな、ランマルさん。いや、お部屋じゃないし。なんか最強ちゃん可愛かったね。いや、最強ちゃん可愛かったよ、なんか。いや、家にいるね、俺んちに。お風呂入ってなくても。エミリーさんといるよりはいいでしょ。ゴキブリがいるの。100匹いるの。レペゼンってこと。レペゼンホックスってこと。ちょっと怖いね、ゴキブリがたくさんいる。葵ちゃん、今葵ちゃんの方行ってる。どんだけみんな最強ちゃんあれなのよ。最強ちゃんとホテル行くか。あ、最強ちゃんから来た。最強ちゃんって配信してんの。最強ちゃん配信してないの。配信してんだ。あそこで合流な。あそこで合流な。どうしたの、葵ちゃん。どうしたの、葵ちゃん。何、葵ちゃん、どうしたの、どうしたの、葵ちゃん。葵ちゃん、なんか買ってください。なんか買ってください。何買ったらいいの。葵ちゃん、ちょっと汚れすぎだから、葵ちゃん、怖いんだけど。葵ちゃんが甘えてきたらな、しょうがないんだよな。ご飯だったらいいんだけど、タバコがいいんだもんな、アイちゃんが。ご飯食べに行くから。いや、でもその後タバコ買うじゃない、アイちゃん。タバコいくらだっけ。600円。か、いつもね、金稼いでるから、こういう困った時にはアイちゃんの味方になるか。あったらだよ、600円あったらだよ。あったわ。ありがとう、ゆきんちゃん、ありがとう、ゆきんちゃん、ありがとう。葵ちゃん、言ってもらっていい。タバコ代くださいって。タバコ代ありがとうございました。タバコ代ください。誰か私にタバコ代くださいって言った。
嫌なの。言わないのにもらうってずるくない？俺この人らからもらってるから。タバコ代ください、ごめんなさい、お願いします。これみんなのお金だから、この人らからもらわないとね。はい、600円、ね、自分で買って、ごめんね、買ってきてね、自分。タバコ代ください。赤字になっちゃうね、全然だわ。ありがとう、ありがとうございます。あおちゃんごめんね、今度ご飯でも行こう。うん、あおちゃんに会ったね。甘やかすとね、葵ちゃんね、銭くれだけになっちゃうんだよ。ゆきんちゃんありがとうね、くれて。あずちゃんありがとう。警察20出たのかね。いや、優しくないよ、すんごい。ありがとう、山本さん、ありがとう。今日は最強ちゃんと遊ぶか。最強ちゃんがいいな。最強ちゃんと。歌舞伎町人多い。葵ちゃんマジで触られると汚れそうで怖いんだよね。最強ちゃんかわいい。行くか、じゃあ最強ちゃんの枠行くか。最強金持ってない、俺がお金持ってるから。1035円。なんかね、その TikTok もそうだよ、いくら頑張ってもね、1時間頑張って配信してても2、300円とか500円の時もあるし、運が良ければ1万円超える時もあるしね。え、なんかそのギャンブルだからね、バンになっちゃう時もあるし。なんかさ、その話でもしゃあないじゃん。何したいの？エミリーさんがね、こうなんかこう構って欲しがってきたからね、それしたようで、それで終わりでよくない？それ以上広がんなくない、その話。エミリーさんなんて誰とでもね、したがるんだから。逆に10日も一緒にいて、10日も一緒にいて2回か3回ぐらいしかしてないって、相当相当俺からしたら魅力ない女だぞ。毎日のように襲ってくるのにね、10日も一緒にいてね。尾藤さんなんて10日一緒にいたら50回ぐらいしてるんだから、うん、どんだけ魅力がないのかって話だよ。それを1回か2回したからってマウント取られても、うん、別にしてたっていいじゃん、誰とでもするんだから。俺なんてこの後最強ちゃんと一緒に泊まったら最強ちゃんともするぞ、誰とでもできんだから。いや、3回しかしないんだぞって話、この俺が。俺最強ちゃんいなくなっちゃった。なんか最強ちゃんめっちゃ貢いでんだけど。最強ちゃん、はい、やっぱり俺最強ちゃんしかいないわ今日。一緒にホテル代出すから一緒にホテルに行ってくんない？ホテル代でホテルですか、うん、変なことしないですよね。変なことしかしないけど、ちょっとそれは困りますな。お願い、彼氏できたことないんですよ。大丈夫、俺も彼女できたことないから。カラオケとかダメですか？ホテルで。カラオケいいんですか？うん、ホテルで変なことしないんだったらいいです。絶対変なことしない。でもしちゃったらホテル代出す。ホテル代出してくれるんだったらいいですよ、うん、配信ずっとつけてれば変なことになんないじゃん。あ、その配信つけてでいいですか？いや、最強ちゃんの枠だけでやった方がいいと思う。俺枠やんないから。やんないですか？うん、ホテル代出してくれたらいいですか？一緒にお風呂入ってくれる？そう、お風呂は配信できなくないですか？こうやって赤回されちゃいますよ。
いや大丈夫、あのクラゲだけつけとけば。ちょっと洗わないと匂いが。最強ちゃんと遊ぶか今日は。最強で沸かすか。何してるかよくわかんない。あんまりランマルさん好きじゃないんだよ。あんま警察芸やってるとさ、外配信できなくなっちゃいそうだから、ランマルさんの配信にはちょっとねあれかなと思う。好きな人だけで絡めればいいと思ってる。外配信できなくなっちゃうじゃん。あんな警察芸警察芸で外迷惑かけちゃったら。ぽっちゃりの具合によるね。誰がぽっちゃりなのかにもよるし。俺正気じゃないよ、もともと。おしっこしたよ、おしっこ。成長いるって。ちょっとトイレ行ってくる、おしっこしたい。バイメイちゃん最強ちゃんってやばいの。賢い子だと思うよ、最強ちゃん。なんかネタであんな風にやってんだったら。ベビ太郎は家だろ。最強ちゃんも警察で。わかんない、見たことないから。最強ちゃんはだから知ってるだけで、配信者として知ってるだけで全然。最強ちゃん可愛かったよ普通に。なんかコンカフェ場にいてもおかしくないくらい。ゴキ配信。まあ、風呂は入れればいいだろう。ちゃんと剃ってもらえば、そんでちゃんと綺麗に。と処理してない子はちょっと嫌なんで俺。臭くなかった全然。最強といるならルイジの配信見ない、二度と。別にいいよ。そもそもアンズってやつなんか俺見たことないし、そんなコメントもしてないだろ。アンズっていらねえよな。ねえ、なんか一回の配信で嫌いっつってさ、いなくなるようなやつさ、いついなくなるか分かんねえだろ。そんなじじごじきじゃないよ。いつも俺こんな配信だよ。こんばんは。楽しい配信を求めて。いいだろ、新しいホテルのお風呂入れば。トイレ行ってきていいじゃん。
腹すいた。なんか立ちションじゃないよ、あそこ交番、なんだろう、公衆トイレがある。早いんだよ、トイレ早いんだよ。盗まれない、大丈夫。すぐもう終えるから、盗まれたら。手洗った、3本指洗った。尿道大きいのかな。でもすぐおしっこしたくなるよ俺、トイレ近いって言われる。みさん、うちにいるんじゃない、うちに。この時間に空いてる寿司屋さんないっすよ、大魔王さん。アンズ在は、アンズはこの枠で一生コメントができない。香水してない、ボディーソープとトリートメントだけだね。匂いするとしてたまにね、本気の勝負の日はシャネルのチャンスつけるけど、残り少ないからあんまり使いたくない。今もやってる回転寿司あんの、時間的に。エミリさんと、うん、それをなんか今日手術したかったんでしょ、やっちょさんは。俺別にそんな気にならないけどね、なんかちょっとたまに汗臭いなと思う時あったけど。気にしてんじゃない。いや、ゆかりが配信やってんだったらゆかりんち行きたいけど、ゆかりが配信やってるならね。今日なんか手術するって言ってたじゃん、タイってなんか手術したいって言ってなかった、手術費用払ってみたいなこと言ってなかった、リスナーに。じゃあ最強ちゃんに鳩飛ばしてきてよ、いいよって言わないんだから。いや、どうせなら第一希望はやっぱ言ってたよね、みんな。第一希望はね、どうせならゆかりだね、ゆかりが第一希望で。言われてないね、俺のことね、臭いって言った人なんて俺聞いたことないよ。誰かいるかい。いや、僕初めて来る。8日までいない、分かんない。あ、やばい、ここはダメだ。通りが人がいっぱいいる、悪い人らが。あの人らマジ蹴ってくるから怖いんだよな。最強ちゃん終電ないって困ってる。ルイージがいつでも止めてやるよって言ってるって送っといて。ルイージが一緒に泊まろうって言ってるって送っといて、最強ちゃんに。最強ちゃんコメント見ないのか、鳩も。そうだな、昨日の子普通に一般人だった。そうそう、トツの子多分ね。俺は配信では見たことない、配信なんかこそこそやってるのかもしれないけど。いや、あんまり根本的にね、人って変わらないでしょ。人ってなかなか変わらないのよ。いや、今日は俺決めたの。
今日は帰らないって決めた。外に泊まるって決めた。どういうとこが嫌なの？どういうとこが嫌なの？いやいや、エミリさんにうちが配信してんだから映るなよって言われたから、じゃあ映らないって言って帰っただけ。帰ったっていうか家出ただけ。顔が疲れて、いや、ちょこっと疲れてるかもしれない。なんか今日帰ってきたばっかだもんね。朝の8時とか9時に起きて、そのまま茨城から帰ってきた。反省だけなら猿でもできる。茨城なんだもん昨日のリスナー。まあエンタメだと思ってなら見なければいいんじゃない。エンタメかエンタメかと思って見て楽しい。誰が最強ちゃん、もし呼んできてくれなかったらどうする。俺が恥かくだろ。俺の家だよ。あの時の続きを見ているよ。いやでもだいぶまったりしてるんじゃないですか、うん、前はね俺が家追い出してたけど、どっかね新八丁んちでも行っちまえっつって追い出したけど、今は俺が家出てるの。あんまりね人にねお願いするときにギフトもなしにね、帰れよ帰れよ帰って帰ってギフトもなしに言える人ってすごいね、ほんとね。なんか3000円のギフトぐらいくれたらね、まあ、3000コインのギフトぐらい来てたら、ああ考えようかなと思うんすけど、もうただでね、帰れよ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 、うん、お金がないのかな、ほんと人にメールばっかして。超かわいいこの子、この子超かわいい、初めて見た、うん、ここめっちゃ20人とか下手したら、20人ぐらいいるね。この子も可愛いんじゃない、この子も。いやいやね、 TikTok 嫌なんだよ、ダメなんだよ TikTok。 しつこい人はミュートにするよ。すごいんだもん。なんかあれみたい、なんだっけ、焼肉ジャッジみたい。なんかずっとさ、ずっとしつこいコメントばっかしてくる人って、しかも言葉遣いが生意気なの。そんなに俺さね、なんか言葉遣い悪く言わないじゃん、やめてよとかさね、しつこいよって言ってるのに、帰れや帰れや、なんとか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 って命令口調でずっとさ連投してるとさ、焼肉ジャッジみたい。ほんと俺らってさ、カウンターなんだよ。そっちがなんかね、余計なこと言ってこなければミュートとかブロックとかしないんだから、言葉遣い最低限のマナーだよね、うん、そう、エミリさんが追い出したのにさ、うん、明日になったら帰るよ。配信者もだから、俺はだからいらなかったら切るだけじゃん。俺別にそんなね、なんだリンゴだかなんだか分かんないけど、そんなピーピーお前にさしつこく言わないじゃん。焼肉ジャッジみたいだな本当。
コメントの仕方が粘着質っていうか今新宿しつこいって 俺からしつこくないじゃん。しかも絶対アイコン違うのな。こんな可愛いやつなわけないのな。新宿のカジノいるけど一緒にやらない。ギャンブル嫌い。ギャンブルの楽しさがわからん。絶対負けるのに、絶対負けるのにやるやつの意味がわからん。勝つのか。そうそうそう、アンズとリンゴ多分一緒っすよ。赤アンズもリンゴもミュート。この枠で唯一2人だけミュートにしたのが赤ズとリンゴ。あ、ミンミンありがとう、ありがとう。ご飯食べてない。まあ食べたっちゃ食べたのかな。なんか微妙に。でも小腹減ったな。自律神経崩さないと。なんなの自律神経、うん、9と11だから8日に帰るって言ってたのか。もうちょっと早く帰ってもいいんじゃないか。こんななんか実りのない、実りのない、今あれだよな。なんか一緒にいてもお互いにもうそろそろいいんじゃないかと思っちゃってるもんな。また伸びた。なんかちょっとさあ、お互いにさ気使い合ってる状態でさ離れた方がいいです。いいよね、うん、お互いに優しいまんまで入れればいいのに。頑張って俺は優しいまんまでいようって思ってんのに。そう、なんかどんどん顔出したりわがままを言い合うようになっちゃったら、うん、Sさんとも限界だった。逃げ出しちゃったじゃん途中。ルイエミ、いやいや綺麗なままで終わりたいね。いい人キャンペーンのままで終わった方が良かったじゃないですか、うん、そう、たまに会うくらいで優しく入れるだけでいいんだよ。キャンペーンって言い方じゃないけど、なんかそういう風にキャンペーンと思って見てる人の心がやましいね。なんか彼女ちゃん何2週間ぐらいじゃない。そんな一緒にいなかったでしょ。しかも転々としてたしね彼女ちゃんの時って。 2,3 日あったら離れてちょっと行って 2,3 日あったらぐらい。ちょっと小腹減ったな。なんかスープ飲みたいな。なんか最近スープ欲しいわ。かのちゃんはねもうないね。あの右の方とね遊んでるようになったらおしまいだね。最強ちゃん誘いに行くか。スープなんだろう、チゲスープが飲みたい。チゲスープが飲みたい。そう、なんか右の方と遊んじゃったんだよ。あんまり俺が好きじゃない人。あの誰か教えてあげてください。右なんとかっていう底辺配信者がいるんだけど、いるんですよそういう配信者が。わざわざなんであそことコラボするかねみたいな。なんかしかもなんか止まっちゃってさ。真ん中ですか。真ん中に、真ん中ないですか。右か左しかないんじゃないですか。うん、なんか一瞬なんか女優さんデビューしちゃった。女優デビュー
わないです。なんか。そう。エミリさんもね、一歩間違えたらそっち行ってましたから。そう、デビュービトさんはちょっと飽きちゃったね、もういいかな、まあ、たまにおかわりするぐらいだったらいいですけど、もうちょっとお腹いっぱいかなって。別に怒ってないよ、怒ってないけど、なんかせっかく外に出たから今日はいいかなと思って。では作れないと思うよ、チゲ。今何にもあれがないから。最強ちゃんに振られたら一人で、ね、入ろうかな。一人ホテル行こうか。うん、そうだね。うさまには昨日連絡して八丁さん来てたね、なんか連絡が。一緒にグランピングデート行くって言ってたね。やばい、電波なくなったら誰か上がってきてほしい。くるくる鳴り始めたら誰かバックに、みゆとかゆきんちゃんがこう。あやままありがとう。あげるか。ありがとう。最強ちゃん編行くか。大丈夫？くるくるなくなった？くるくるある？大丈夫そう。ピーピーピー。最強ちゃんいいの？最強ちゃん行ってみるよ最後。ラスト最強。一国道になってる？積もりまして目が小さい。アイライン引いてないからじゃない？声遅れてる。マサさんありがとう。マサさんありがとう。これね、最強ちゃんがずっとランマルさんとこにいるんだよね。あれ行きにくいな。最近よく一国どうなる。あー、みゆちゃんにあげたのね、みゆ。声こもってます？すごい気まずいんだけど、あれ。
らんまるさんに群がる配信者。どこにいるんだ。これどこ。いた。起きた。あ、来なくなっちゃった。一瞬来た。あ、大丈夫だよ、ミュー。あ、いた。パイナップルとチョコレート見覚えないですか。何何何。パイナップルとチョコレート見覚えないですか。パイナップルとチョコレート。ラモさんから差し入れてもらってパイナップルとチョコレートに声を置いたらなくなっちゃったんですよ。盗まれちゃったってこと。あ、多分そうです。今日も悲しいです。もう終電なくなっちゃったって言ってるよ。そうですね、終電なんか、だから高校走ったらちゃんとなくなっちゃうんです。どうすんの今日の夜。もうカラオケ行きたいです。あとそれがここまで踊りたいです。まだ踊ってるってこと。踊るかもしれないね。踊ってよかな。お腹空いちゃったんですよ。パイ探してました。じゃあご飯だけ食べ行かない。まずいいですか。いいよ。あった、踊ってくれますか。当たり前だろ。ありがとうございます。ちょろでは皆さん最後ギフトだけ最後ください。ご飯おごってあげるんで。で最強ちゃんの枠いきます。最強ちゃんの枠、最強ちゃんの枠いくから最後ギフトだけつけたら、あの最強ちゃんの枠いって。ありがとう、にゃんこ先生ありがとう。何食べたいの。なんか、なんかおすすめ、歌舞伎町おすすめありますか。歌舞伎町あんまり最近行ってなくて、一時期日本カフェとか参入してて、ちょっと歌舞伎町行ってたんですよ。最近歌舞伎町行ってなくて、うん、おすすめありますか。ラーメンとか、電波いいところで食いたいよな。そうですね、電波いい方が助かります。うん、あと、夢吉とか、なんか何でもあるよね、夢吉とか。夢吉あんま美味しくないんだけど、はいはい、配信者がよく行く、召し上がるんで。夢吉行ったことないです。うん、行ってみたいな。よかったら最後お願いします。最後聞くと、そしたら最強ちゃんの枠行くんで、俺配信切ります。あ、マサさん、マサさん、アラブの席はビルゲイツ、サッカーはマサさんがいないとやっていけない。充電台、あ、ちょっと充電、充電、充電、充電器あります。俺の充電貸してあげる。あ、C タイプですかね。 C タイプじゃないわ。あ、C タイプありますかね。 C タイプはないね。充電器、ちょっと再生すると分かんない。充電買うか。買いまで持ち歩く充電器売ってんの。ありがとう、ありがとう。充電器借りれるやつある。アプリ入ってる。入ってないですよ、アプリ。申し訳ない、申し訳。あれだけ売ってるかな。山間ありがとう、山間ありがとう。充電器ちファミマに売ってると思います。ファミマに売ってる。ファミマに売ってるの。おはやさん充電できないんですよ。おはやさん充電、いや、あの、アイレはあるんだけど、あのこのコードだけ買えば多分し。あ、じゃあ同期でコードとか売ってますね。同期とかにまで売ってると思うんですよね。うん、売ってると思うんですよね。ファミマで C タイプが売ってるか。あー、ちょっと待って、調査のさ、配信する予定なかったけど、偶然ランマルさん見つけて配信してたんですよね。だから充電器持ってきてなくて、いつもって、こちらから充電器1台向こうから持ってこう。持ってこうね、うん、配信者なら持っていかないとね。どこにあんの充電器の。探しますね。うん、探しましょう。売ってるファミマと売ってないファミマあるんですよね。売ってる花と売ってないの。すごいハキハキする喋る子だね。うん、そう、早口ですごいハキハキ喋るから。あ、ドンキは売ってると思います。ドンキは売ってる。ってから、ファミマかドンキで売ってると思う。ここにあるんじゃない、ほら。あ、多分これかな。でもなんかバッテリー付きの、あ、なんだろう。こういう大きいやつってないかな。これの C タイプ足持ってる。あ、これです、これ。あ、これ持ってるんですよ、これ。今持ってんの？あ、ちょ、家にもあるんですよ。家に、だからもう家に帰れないでしょ。俺のやつにつないで充電したいんでしょ。これ、売ってるかなって思って。ああ、買いたいんだ。そうそう、家に持ってるの同じの。同じの2個持ってるのに3個目になっちゃうってこと。同じの2個持つことになっても大丈夫。うん、持つ1個になって、うん、1個持ってる。リスナーさんがプレゼントしてくれたの1個持ってて、うんうん、話がすんない、うん、これ在庫あるかな。いや、在庫あるかな。聞いてもらって。あるんじゃない、これ在庫。これ充電できるの。 C タイプもついてんだ。 C タイプできます。うん、あ、でもそうだ、コンセント買わないといけないんだ。大変だね。じゃあ違う、ドンキの方がいいかもしれないですね。大体こういうのってさ、充電入ってないまんま来るよね。
あ、これ充電でき、あ、チータイプのコースで。じゃあ、マックスで入ってきてる？これ大体入ってないじゃん、これ。満タンに。そうなんですかね。入ってないよな、これ充電途中で買うとさ、大体20%ぐらいしか入ってないよな。そうなんですか、ね、そうだよ。申し訳ない。じゃあ分かった。じゃあご飯だけ食べて、はい、ホテル行けば充電できる。ホテル行くか。頑張るさんに充電する。 C タイプか。 C タイプ。チャージスポットがないんだよ。セブンはあります。セブンもあります。違う、あれが持ってないんだよ、アプリが。アプリ持ってないですか。俺は持ってない。充電器あるから俺。最悪 C タイプのコードで買ってくれば俺の充電器がさせるんだよ。あ、本当ですか。じゃあドンキで買いたいの。売ってるかね。ドンキはすぐ近くにありますよ。ドンキあるね。ドンキで買うのが多分一番確実性ありますよね。